皆さんこんにちは、キャスティビの小林です。丸山です。はい、今回はですね、丸山くんのまた面白企画ということで、今日は何ですか？英単語帳占いです。占いということで、はい、まあ、何、大学受験と占いっていうとなんか相入れないような感じがめちゃめちゃするんですけど、はい、まあ、そういうことではなくて、はい、まあ、今までね、英語かなり勉強してきた丸山くんが、はい、まあ、そのどの英単語帳を選べばいいかっていうのを、はい、質問形式でなんと紹介をしてくれるということでございます。はい、まあ、一個一個の英単語帳についてはこれまで、まあ、かなりね、あの、紹介してきたと思うんですよ。はい、で、まあ、今日出てくるのも多分有名なものが多いと思うので、はい、まあ、なんかその参考ですね、あの、これからどの英単語帳やろうかなっていうふうに思ってる人の参考にしてもらえればというふうに思います。で、実際にね、あの、勉強を進めていく中で、まあ、迷ってる人、今これ使ってるんだけど次これ使えばいいですかとか結構質問来るんですよ。うん、でそういう時の、まあ、参考にもね、まあ、してもらえればというので、まあ、多分ね、こう皆さんに対する質問回答の意味を含めた動画になるかなというふうに思います。でも今日は合計でいくつ紹介してくれるんですか？8つですね。8個、はい、もう結構多いですね。はい、じゃあまずどんどん進めていきましょうか。はい、じゃあ最初、じゃあ占いを1つ目、はい、5つ条件が言っていくので、まあ、4つぐらい当てはまれば、まあ、大体この単語帳でいいかなとは思ってください。なるほど。じゃあイエスノーで皆さん頭の中でね、カウントしてね。はい、じゃあ1個目いってきます。自分はかなりの完璧主義者である。うん、難しいことであったり、あ、2つ目が難しいことであったり達成困難なことがあっても必ずやり遂げる自信がある。うん、3つ目、出る順で単語載ってるよりはどちらかといえば覚えやすさで単語が載ってる方が好みだ。うん、4つ目、比較的まだ受験まで時間があるので単語学習にはまあそこそこ時間が割ける。うん、で5つ目、まあ、志望校が医学部だったり東大などのかなりの難関大学であります。わかるよ俺も。わかりますか？鉄壁でしょ。鉄壁です。はい、鉄壁2310円なんですけども、はい、まあ、特徴が、まあ、網羅率が本当にすごいですね。うん、で2個目が、まあ、覚えやすいレイアウトが施されております。で、まあ、3つ目が、あの、鉄力界出版なので本当に研究されてる感がすごいですね。うん、で、あとは、まあ、こんなあなたにもおすすめということで、まあ、本の分厚さで、まあ、他の受験生をちょっと威嚇したいというか、はい、高2レベルだと、まあ、結構単語帳ドーンってなると結構ビビる人いると思うので、うん、まあ、高2ぐらいから始めてほしいという意味も込めて、まあ、こんなあなたにおすすめということでございます。ね、まあ、実際ね、まあ、注意点もあるので、はい、まあ、例えば志望校がですね、ちょっと高くないよとか、はい、本当に初学者だから、はい、まずは本当に基礎的なところを固めたいっていう人は、まあ、いきなり鉄壁じゃなくてもいいのかなというふうには思います。はい、まあ、僕も何度も動画で言ってるんですけど、そこでシスタンベーシックとか、まあ、ターゲットの1400とか、まあ、そういったものからね、やった方がいい人も多いです。特に高校1年生で夏前から勉強しようっていう志の高い人はやっぱりいきなりね、難しい単語帳をドカッとね、やられて全部やれって言われてもちょっとまあハードル高くなっちゃうんで、まあ、そういったところの注意点はあるかなというふうに思います。はい、じゃあ2冊目いってみましょう。とりあえず基礎固めに受験でよく出てくるところを重点的に学習したい。お、2つ目、あんまり単語量が多くても挫折しちゃうので、まあ、なるべく少なめがいい。少なめ。3つ目、受験までの時間がまあそんなにない。うん、4つ目、まあ、志望校がそこまでトップ校、まあ、東大とかそういうわけではない。うん、5つ目、まあ、アプリとかも使ってサクッと隙間時間にも勉強した人です。アプリか、まあ、アプリ使えるね、単語帳多いですからね。はい、これは何ですか？ターゲットでございます。東大受けてる人ターゲット多いよ意外と。あ、本当ですか？うん、まあ、でも、まあ、ちょっと当てはまればね、はい、いいかもしれない。はい、おすすめポイントは何ですか？おすすめポイントは、まあ、単語帳が本当に単語が出る順に載ってますね、うん、入試に。で2つ目が、まあ、単語量がそんなに多くないので、まあ、周回するのが、まあ、比較的簡単ですね。はい、で3つ目が本当に公式のアプリがあって音源も無料です。はい、まあ、逆にね、結構難しいところを受けるっていう人はターゲットだけでは足りない部分はあるけど、まあ、最初のスタートとしてはね、ターゲットは僕はいいかなというふうに思います。ただ最近はそれこそ後で出てくるかもしれないけど、そのミニマルフレーズで覚えましょうとか鉄壁みたいにいろんなね、こうまとめてね、グループにして覚えましょうとか、いろんな工夫がなされてて、まあ、本当にターゲットみたいな超単純な一問一答型というかね、まあ、そういう単語帳は必ずしも受験生にあんまりこう対応されなくなりつつあるのかなと思います。うん、ただ僕は結構ね、もうそっちは好きなのよ。うん、そう、グループとかでやっちゃうとなんか全部こう予想ついちゃって、うん、覚えていくのが分かんなくなるんで、うん、僕とかはもうね、本当ぐちゃぐちゃってなってて、出る順とかの方が好きなんですけど、ね、まあ、本当人によってね、好みがあるかなというふうに思います。一つ目、英語は単語単体で覚えよりも例文などを使って語感で覚える派ださっき言ったことで二冊目が、まあ、志望校に英作文とかがあるので、まあ、コロケーションを身につけたい。うん、3つ目、単語帳を2冊使うとかいうよりは1冊をしっかり極めたい。ほうほうほう。で4つ目、他の受験生も使ってる単語帳の方がなんとなく安心する。うん、で5つ目が、一語一訳で、まあ、高速大回転で単語帳を覚えていくというよりは多義語とかもしっかりと覚えていきたいかですね。結構みんなも使っているだから、はい、やっぱり知名度的にやっぱシスタンなんじゃないかと。正解でございます。シスタンの特徴が本当にミニマルフレーズによる、うん、生の用法で単語学習が可能と。うん、はい、で2つ目が、もう多義語もめちゃくちゃ丁寧に載っている、うん、ということですね。まあ、実際に、ね、シスタン自体はベーシックもあるし、はい、シスタンプレミアムもあるから、はい、まあ、1冊完結
かどうかはまあ分かんないけど、はい、まあ、でもシスタン一冊でこの前ね、動画も撮りましたけど、はい、かなり東大のね、うん、例えば長文もね、はい、網羅できるということで、はい、鉄壁とあんま変わんないよってぐらいまで網羅率があるんで、まあ、とりあえずこれでやっておくっていうのはいいかもしれないね、はい、ただまあそのみんなのフレーズ合ってないっていう人が、ね、うん、まあ、やっぱり一部いらっしゃるんで、まあ、そういう方はどうしてもお勧めできないかなと思います。はい、では次4冊目いってみましょう。4冊目の条件がある程度英語の学習は進んでいて、まあ、基礎の単語であればそこそこ固まっている、うん、2つ目が、まあ、まだ受験まで時間が割とある、うん、で3つ目が、まあ、キャストダイスをリスペクトしているので勉強はアウトプット派だそう意味わかんないこと言わないで、ね、まあ、まあ、いいよ。4つ目が、まあ、長文ベースで単語を覚えていきたい。ああ分かったよ5つ目も本当にとにかく長文を読む訓練がしたいということです、はい、無理やり5つにした感はあるけどそうですね、速読英単語正解ですね、はい、はい、まあ、この特徴は本当に長文問題があって、もうそこに出てきた単語を覚えるような構成になっておりまして、で2つ目の特徴が全体的にアウトプット学習をまあイメージしているような作りだと自分は思いますね、はい、まあ、実際ね、あの長文読みながら覚えるっていうのはすごくいいんだけど、この長文自体がまだ読めない人っていう人はなかなかいくら文章読んでも意味がわからないんで、なかなか入ってきづらいかなとは思います。なので僕のおすすめはやっぱり必修編だけじゃなくて入門編とかからスタートして、まあ、基礎的な単語でほら長文のところで無理やり覚えなくてもその後ろにね、うん、一問一答的なね、単語の訳が載ってるんで、はい、まずそこバーって覚えちゃってから、はい、そこから長文を使いながら、まあ、入門必修でもし難関大の人は上級までやればね、はい、かなりねこれ力身につきますから、うん、すごくいいし、長文をね音読しまくって頭にぶち込むことでそれこそ将来ね文法問題とか英作文とか、はい、そういったものに役立てることができるので非常にいいね参考書だと思います。ただターゲットみたいに用意どんでなるべく早くバーって覚えるって意味で言うと、うん、やっぱり表現とか出る順とかの効率性はやっぱ下がるんで、はい、そうですね、はい、そういうところとどっちがいいかっていうのを選びましょうという感じですね。はい、はい、では次5冊目いってみましょう。1つ目の条件が単語の覚え方すらちょっとよくわからないのでしっかりと覚え方から指南してほしいと。2つ目が長文の分野ごとに単語を覚えておきたい、うん、3つ目がよく単語帳を持ち歩くので、まあ、軽い単語帳の方が好きだなっていう感じです、ね、軽い、はい、ほう。で4つ目が、まあ、暗記が得意ではないので、まあ、暗記がしやすくなる仕組みとかがあると、まあ、嬉しいかなっていう人ですね、うんうん、システマティックの単語帳ですね、なんか聞いてると。そうですね、はい、5つ目がもう関先生の大ファンであり受験英語はもう関グッズで固めてしっかりと関先生に日頃の感謝も込めて納税していきたいと納税ってなんだよ、まあ、ストップですね、はい、正解です、はい、でこの特徴が本当に暗記の助けになるようなコメントが記載されていると。で2つ目の特徴が関先生の単語帳だとで3つ目が長文のテーマごとに単語が整理されているってことですね。はい、まあ、最近ね関先生のストックも力というか知名度が、ね、かなり上がってきていて、はい、ストックのレビューしてくださいなんていうふうにも言われたりするんですけれども、まあ、いい単語帳だと個人的には思っています、はい、まあ、たださっき言ったように薄いんでね、はい、ちょっとこう雑だとね、はい、鉄壁とかと比べると防御力が低いので、ね、そこは注意かなと思います、はい、まあ、ただ長文のテーマごとに単語が整理されているので、まあ、その非常に実践的、うん、だからまたさっきの速読英単語的にもう長文にぶち込んでるというよりはこうテーマで出てくるので、例えばこういうテーマが出てきたらこういう単語だよっていう、まあ、関先生の研究がまあかなり活かされてる単語帳なんで、うん、効率としては全然悪くない、そのテーマごとで歩きますけど悪くない効率で勉強していくことができるので非常におすすめな一冊かなというふうに思います。はい、はい、じゃ次ですね6冊目いきましょう。1つ目の条件が、まあ、難関大の英語もしっかりと解ききれる英語力を身につけたい、はい、2つ目の条件が、まあ、どちらかといえば私立の最難関志望であると。私立系。3つ目が、まあ、鉄壁よりも単語量が多くても挫折しない自信があると。おなるほどね、はい、4つ目が、まあ、応用力で問題を解くっていうよりは、まあ、知識力で問題を答えていく形で、うん、まあ、数学とかも、まあ、暗記派だと、うん、5つ目ができればもう芋づる式で単語を覚えていきたいっていう人ですね。なるほどね、これはまあ有名な単語ですね、うん、正解でございます。この単語特徴が、まあ、数ある単語帳の中でもトップクラスの単語量だと、うん、で2つ目が、まあ、派生語同義語反義語の単語は充実しているので、まあ、1つの単語を柱にいろいろな単語を覚えられるってことですね。はい、まあ、逆にやっぱりね単語帳の体裁の割にボリューミーなんで、ね、ちょっと覚えきれないっていう人はね、うん、ちょっと心折れやすいかなと思うし、うん、最近はさっきも言ったけど例えばシスタンと、うん、シスタンプレミアムとか速読英単語と上級編とか、うん、まあ、リンガメタリカとか、はい、そのいくつか使い合わせることもできるん で、ね、必ずしも単語を一冊で全てやりきろうとしなくてもいいのかな、うん、それこそまあ基礎と標準と応用に分けたりとか、はい、まあ、するっていうのもありなんで、まあ、そこがどうかなというところですかね。そうですね、はい、
じゃあ次ですね、7冊目いきましょう。1つ目の条件が、まあ、単語は例文で覚えたい派だと。で2つ目の条件が、英語4技能試験に向けてスピーキングも視野に入れた勉強がしたいと。いいね。で3つ目が、まあ、本当にやるなら本当に使える英語が学習したいと、うんうん、4つ目が、まあ、どうせなら楽しく英語学習がしたいと。楽しい、はい、で5つ目が、まあ、ビジネス本だって、まあ、最新のを読むよりは、まあ、老舗を読む派だっていう人ですね。多分デュオなんですけど、はい、楽しくってのはよく分かんないスピーキングをやると楽しいかなみたいなだんだんですね、占いが荒くなってきます。そうですね、はい、これは必ずしも大学受験にフォーカスした本ではないからこそ、うん、本物の英語力がつくように構成されております。はい、2つ目の特徴がもう560本の例文の中に見出し語が全てまとまっているということですね。そうですね、まあだからそういう意味で言うと、やっぱ受験に特化したいとか、まあ、もしくは特定の資格試験に特化したいっていう人に向けては、まあ、若干ちょっと特化型じゃないので、まあ、不安かなっていう印象ですね。はい、あとは例文で覚えるっていうの、僕ねデュオ買ったことあるんですよ、挫折しまして。例文を覚える方がきつかった。そうですね、そういうこともありますね。単語5個覚える間に例文1個しか覚えらんないんだけどみたいな、はい、効率悪くないって思っちゃったんですよ僕は。 なのでそれ好き好きかなり分かれるかなとは思います。で、あと以前紹介したんですけど、アツさんね、YouTuber の、はいはいはい、ディスティンクションっていう本を紹介させていただきまして、はい、でディスティンクションの方が僕おすすめですね。なるほど、はい、デュオだったらってことですよ。なるほど、もちろんその好き好きあるんで、はい、ディスティンクションじゃないのでやりたい人も全然いいと思うんだけど、はい、デュオとデュオをやるんだったらディスティンクション、うん、今の高校生とか、はい、あと実践的な英語っていう意味ではディスティンクションの方が、まあ、カラーだしね。そうですね、うん、で例文が先にあってちゃんとイメージの絵もついてて、で中身もすごい充実してるん でフレーズもすごい自然だし、まあ、デュオもその自然なフレーズを目指してるんだけど、はい、まあ、ディスティンクションの方がいいかな。いや、ディスるわけじゃないんですけど、そうですね、デュオでも全然いいんですけども、はいはい、ディスティンクションもおすすめかなと思います。はい、はい、で8冊目、ディスティンクションが出ないことを祈りながら、はい、お願いします。1つ目の条件がライティングが入試に結構出てくると。はい、で2つ目の条件が、まあ、4技能試験にしっかりと努力値を振っていきたいと。ちょっとなんか怖いな。ディスティンクションじゃないか。大丈夫か。大丈夫です、うん、で3つ目の条件が、まあ、単語帳2冊買うことにそこまで抵抗がないと。あ、はい、よかったですね。はいはい、で4つ目が、まあ、リスニングで使う単語とライティングで使う単語が分けてあると嬉しいなって感じる人ですね。で最後の条件が、まあ、志望校がそこまで読解の難しい大学ではないということですね。うん、はい、まあ、これね結構2冊で分かる有名なリープですね。はい、そうですね、ありがとうございます。でもディープの特徴が本当に4技能試験にも対応していまして、うん、ライティングとリスニング用の単語が分けて収録されております。はい、まあ、逆にね、英単語帳1冊でやりきりたいって人とか、あとは、まあ、まあぶっちゃけですよ、はい、確かにライティング用で出やすい、うん、読解で出やすいあるけど、ね、単語だからそうですね、どっちもあるよね。なんか2冊分けててもモヤモヤしちゃうっていう。そうですね、僕どっちかそっちなんですよね、はい、だからまあそこに関しては好き好きかなっていうふうには思いますね。はい、ただ、まあまあ、2冊に分けてやっぱ目的を持って今ライティングなんだぞとかってやった方がモチベーション上がるって人も少なからずいると思うので、そういう意味では悪い本ではないというふうには思います。はい、これまでですね8冊紹介をさせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、単語帳自体は多分今まで、そうですね、まあ、リープとかストックについては1本の動画になってないけど比較で多分いっぱい出してるんで、皆さんも知ってくれてると思うんですけども、またね改めてこれから単語帳を選ぶ人、特にまあ高1生とか高2生の人は丸山くんの話を参考にしてもらえればなというふうに思います。はい、まあ、僕的に言うとね、だから直したい部分があるとしたら1個ぐらいですかね。さっきのまあデュオはディスティンクションでもいいかもしれないというふうに思いました。まあデュオでもいいです。ただ大事なことはどれがいいかなじゃなくて、いくつとやりきるということなので、それをねしっかりと心に刻んで勉強してください。まあ、これからもですねいろんな動画出していきますので、まあ、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。またね、まあ、英単語帳の選び方だけではないんですけれども、私ですね個別指導塾キャスダイスやっております。まあね、単語帳の選び方アドバイスしますけど、まあきちんとやりきると、はい、ね、アウトプット型できちんとやりきれるというところで指導していますので、はい、ぜひ、ね、概要欄のホームページからお問い合わせください。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。